その町には見上げるほど高い柱が立っていて、その上に王子が立っていた。全身が薄い金箔で覆われ、二つの目はきらめくサファイア、剣の束には大きな赤いルビーが輝いている。誰もがうっとり見上げた。あなたは誰ですか？ツバメが尋ねた。幸せな王子だよ。幸せなのになぜ泣いているの？おかげでびしょ濡れになっちゃいました。生きていた頃、人間の心を持っていた頃は涙なんて知らなかった。信じられないほど幸せだったんだ。楽しければそれで幸せだと思っていたから、僕はそんなふうに生きて、そして死んだ。そして死んでしまうと、こんな高いところに置かれてしまった。ここから眺めていると、この町は本当に醜くて悲しいところだということがよくわかる。僕の心臓は鉛でできているのに、つい泣いてしまう。ツバメ、ツバメ、小さなツバメ、一晩だけ一緒にいてくれないか。そして僕の使いになってくれ。とても寒いけれど、一晩だけここにいて、あなたの使いをしましょう。ありがとう、小さなツバメ。下の方に見える大きな教会の塔には、大理石の天使がたくさん彫り込まれていた。宮殿の上を通りかかると、舞踏会の音楽が聞こえてきた。かわいい女の子がバルコニーに出てきた。すぐそばにいる恋人が言った。あの星きれいだね。愛の力って、すごいと思わない？ツバメは王子のところに戻ると、してきたことを報告した。不思議なことに、なんだかとても体が温かいんです。ここはとても寒いというのに。それはいいことをしたからだよ、王子が言った。それを聞いて、ツバメはどういうことなのか考え始めたが、すぐに寝てしまった。ツバメは考えるといつも眠くなった。私の空
もう何も見えなくなりましたね。これからはずっと一緒にいましょう。ダメだよ、小さなツバメ。哀れな王子が言った。だって、エジプトに行かなくちゃ。いえ、いつまでもここにいます。ツバメはそう言うと、王子の足元で眠った。何より驚かされるのは、人々の苦しみだよ。なぜ惨めな人間がいるのか、どうしても僕にはわからない。この体には金箔が貼ってある。これを剥がして一枚ずつ貧しい人たちにあげてくれないか。生きている人たちは金があれば幸せになれると思っているからね。一枚、また一枚。ツバメが薄い金箔を剥がしていくうちに、王子は鈍い灰色の鉛になってしまった。ツバメは全身の力を振り絞って、最後にもう一度だけ王子の肩まで飛んだ。さようなら。ツバメはささやいた。その手にキスしてもいいですか？